皆さん、こんにちは。インスパイアの横田です。えっ、ー、と、今日はですね、6月30日に、藤巻直樹さんを新潟にお呼びしまして、コンテンツ広告セミナーっていうのを行うんですが、 実は藤巻さんは、今年の3月にですね、新潟に来ていただいて、キーワード広告セミナーっていうのをしていただいたんですが、前回参加された方から、キーワード広告とコンテンツ広告は何が違うのということを聞かれましたので、今日はその違いをですね、わかりやすく解説したいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。では早速ですが、ちょっと皆さんにですね、質問をしたいと思います。いいでしょうか えこれ、この商品って見たことありますかねあのー、スーツをですね、えー、こう折りたたんでパタンと2つに折ってですね、真ん中こうファスナーをシャーッと締めて、えー、取っ手がついてて持ち運えるバッグってありますよね。えー、この商品がもし欲しくなったら、あなたはインターネットでどうやって買いますかと思うんですね。 例えば、えー、普通ですね、あのー、アナログですと、えー、あの、どっかのですね、えー、お店、えー、例えば、どこに行きますか皆さん。新宿に行きますかバック屋さんに行きますかえー、例えば、えー、バック屋さんか新宿屋さんかに行って、えー、こうやって、こう、スーツをですね、半分にこう折って、こう、シャーッと止めて、出張とかに持ち上げるような、バックが欲しいんですけど、これってありますかと聞きますよね。 だけどこれは、れっきとした名前があるんですね。名前があるんですが、実際にインターネットで買おうとした場合に、名前がわからないと、キーワードを打てないんですね。検索窓で、Yahoo とか Google の検索窓で、なんちゃらって打たなきゃいけないのに、それがわからないですよね。例えば、スーツを半分に折って、こうシャーッと締めて、そういうバッグみたいな感じで検索はできないわけです。 はい、えー。そういう時に役立つのが実はコンテンツ広告になるんですが、えー、ちょっとですね、簡単にまずですね、キーワード広告とコンテンツ広告の違いを実例でですね、見ていただきたいなと思います。えー、例えば、こんな感じです、えー。これちょっとキーワード違うんですが、参考にご覧ください。Yahoo、えー、リスティング広告。えー、キーワード広告の Yahoo 版ですね。Yahoo 版の場合、例えば、 えー、新潟税理士とかって検索すると、検索結果のこの上に出るのですね。え、これをキーワード広告、キーワード連動型広告と言います。えー、例えば、えー、Google ですと、えー、Google AdWords 広告って言うんですが、えー、新潟税理士とかって検索したら、ここにですね、スポンサーリンクっていうところに出るものですね。これをキーワード広告って言います。えー、さらにですね、例えば、教えてグーと、えー、Google は提携してまして、 こういうとこですね。スポンサーリンクって出る部分。これもキーワード広告です。例えばですね、ミクシーのこういうコミュニティ。こういうとこに出る広告ですね。これもキーワード広告。検索です。検索している言葉に連動して出ている広告ですね。キーワード検索に連動している広告です。はい。例えば、教えていく。あ、ごめんなさい。ここまでですね。で、次に、コンテンツ広告。 えー、見てみたいと思うんですが、例えば、えー、ここに、定款の作り方っていうことが書いてます。えー、これに対して、えー、コンテンツに連動してる広告っていうのが、この下に出てるもので、定款を、定について調べてるっていうことは、えー、会社を新しく作りたいんですよね、と。だから、会社の設立の落とし穴とかっていう広告があると、あ、そう、一応これ見とくか、みたいな感じでクリックしたりするわけですね。 例えば、会社設立に、印鑑が安くていいよ、早いよ。あ、印鑑いるよねっていうことでクリックするかもしれないです。もしくは、会社設立時に税理士を探しですかみたいなのもありですよね。だけど、探してるのは定款なわけです。読んでるのは定款なわけです。だけど、コンテンツに連動して出てるわけですね。例えば、ミクシーのコミュニティで定款を調べてるときに横に出る広告なんかもコンテンツコ、コンテンツ連動型広告です。 例えば、こんな感じで Gmail ですね、えー。Gmail の横とかにスポンサーリンクって出てるんですけど、これもコンテンツ連動型。皆様のメールの中身を読み取られて、それに合った広告が出てるんですね。メールの中は読まれてるんですね。こういうのをコンテンツ広告って言います。えー、他にはですね、これブログ、えー、ブログの上とか下とかによく出てますよね。こういうのをコンテンツ広告って言います。はい。えー、ではですね、 えー、今回のものに関してちょっとお話したいと思うんですが、はい。えー、実はこの商品っていうのは、えー、ガーメントバッグと呼ばれるものなんですね。えー、さっきのですね、こちら、えー。これをガーメントバッグって言います、えー。ではですね、この商品を実際にネットで買おうと思った時に、ガーメントバッグと検索して出るようにするには、 ガーメントバッグっていう言葉のキーワードを登録して、キーワード連動型広告を出せば、例えばこの上のようにですね、えー、こう出すことができるわけですね。そうすると、えー、ああ、そうそうそうと思って、ああ、JAL 厳選のが売ってるんだと思って、ピコってクリックすると、えー、皆さんのガーメントバッグ売ってるホームページにたどり着いて、そうそう、これこれと言って、じゃあ買おうみたいな形になると思うんですが、 じゃあもしですね、ガーメントバッグっていう言葉を知らなかったとしたらどうやって買うかというと、例えばこの右側のような例になります。これをちょっとですね、拡大して見てみたいなと思うんですが、例えばこんなんですね。はい。いいですかこれちょっとダミー日記なんですけど、3年ネットタロンのブログの中で最高峰ネットビジネス講座の講師で出張します。 皆さんこんにちは、インスパイアの奥田ですで。出張の写真があって、これから最高峰ネットビジネス講座の講師で東京まで出張してきます。久々の宿泊ですので、ゆっくり飲めそうですと。それにしても、たまにはスーツを着てみるのもいいですね、と。気持ちが引き締まります。では、頑張って行ってきます。ということで、えー、この下にですね、えー、広告が出てるんですが、ちょっと見えないですかね。えー、こんな感じです。はい。 えー、例えば、スーツがしわにならないバッグで、えー、インスパイア c o j p ってなっていて、出張時に便利、ちょっと拡大しましょうか、出張時に便利、テレビで話題、送料無料、今なら半額みたいな、えー、広告が例えば出ていたとします。そうすると、えー、このブログを読んでいる人の中で、えー、たまたまスーツのね、えー、で出張行くよみたいな話があるときに、シワにならないバッグがあるの え、つまり、ぐしゃぐしゃって入れるんじゃなくて、あの、綺麗に二つ折りにして、シワにならないバッグがあるんだと思って、何々と思ってピコッとクリックすると、えー、皆さんのホームページにたどり着くみたいな方法があるわけですよ。これは、えー、もう一回戻りますけど、この右側のようなパターンですね。えー、このブログのコンテンツに連動して広告が出てると。えー、このブログを読んでる人は、えー、全然ですね、あのー、なんていうのかな。 このブログの中で、えー、ガーメントバックって言葉は一切出てきませんでしたよね。一切出てこないんだけど、えー、これに連動する広告が出せるわけです。このコンテンツに連動する広告が出せるわけです。例えば、極端な話、バックって言葉も出てきてません。出てきてませんよね。だけど、えー、出すことができるんです。だけど、このブログを読んでる人の中に、 えー、あの、ブログを共感して読んでるっていうことは、ああ、なるほど、なるほどって出張に行くんだと思って、出張でスーツ行くと確かに引き締まるけど、でも飲みに来るんだから、私服持ってったらもっと楽しいよね、みたいな感じで思ってる時に、あの、シワならないバッグがあるのみたいなのがあると、な、え、何それみたいな感じでピコッとクリックすると、えー、この、えー、二つ取りで綺麗に入ってシワならないよっていうホームページに行くと、ああ、これこれ、みたいな感じで、 買ったりするっていうことがあるわけです。これがコンテンツ広告です。えー、つまりですね、簡単に言うと、キーワード広告。はい。えー、キーワード広告っていうのは、ズバリですね、えー、ここをわかりやすく言うと、えー、ニーズ。ニーズがあるときには検索をするわけですよ。なので、えー、検索に連動する広告が出ている。 言葉に連動する広告が出ていると思わず反応してしまうんですが、コンテンツ広告と呼ばれるものは、えー、自分の心の中でこういう商品があったらいいのになと思っているときに、えー、ウォンツです。えー、すみません、えー。ウォンツ。ウォンツですね。えー、あったらいいなと思っているときに、えー、そういうものがあるよっていうことを広告で出されることによって、あ、それそれ。 え、何回も私のあの、動画でも説明しますけど、ニーズドウォンツです。あ、それそれと思うから、ピコッとクリックして、え、あの、ホームページに行くわけです。だけど、え、広告文にも、え、ガーメントバッグ売ってますとは歌ってないんですね。ガーメントバッグ歌って、売ってますと言っても、ガーメントバッグを知らないわけですから。だから、知っている人に売るのはキーワード広告でもいいんですけど、知らない人に売るんであれば、コンテンツ広告なんです。 皆さんのこれから売ろうとしている商品は、お客様が知っている商品ですかと知らない商品。この世に存在しない新しく作った新商品なのに、商品名も知らない。例えばそういうものが出たということも知らない人に、検索で SEO を頑張ったり、広告出してもお客様は取れないわけですね。そもそも売てないよって話なんです。だからそういうものを売るためには、こういうコンテンツ広告っていうものを使うわけです。 皆様の該当するものがどちらにあるのか。ニーズ商品なのか、ウォンツ商品なのか。これによって、キーワード広告がいいのか、コンテンツ広告がいいのかっていうの分かれます。この境目って非常に難しいんですが、ニーズとウォンツって境目非常に難しいんですが、当然両方やることもできます。例えば、ガーメントバッグ売ってるんだっても、ガーメントバッグを知ってる人に売ろうと思ったら、キーワード広告も出す必要があるし、知らないけど、 こういうものがあったらいいのになっていう人に売ろうと思ったら、プラスでコンテンツ広告っていうのを出すことによって、より広い範囲のお客様を取ることができるわけですね。なので、どっちかが大事とか、どっちかでいいっていうことじゃなくて、両方必要なんです。だけど、この二つは全く別物で、客層も属性も全く違うんだということを分かっていただきたいんですね。で、ちょっと今日は極端な例をお話し,しました。例えば、 えー、あのー、こういうものがありますよね。例えば結婚しようとしてる人に、結婚しようとしてるんだから、例えば式場どうですかっていう提案ももちろんですけど、えー、例えばその結婚しようと思ってる人が、えー、結婚式の準備をしてますとかブログを書いていて、それを読んでる人がたまたま結婚をね、しようとしてたとしたら、その人に、えー、結婚式どうですかっていう提案もいいんですけど、もしかしたら、 え、結婚の時に新居を建てませんかっていうのもあるかもしれないし、え、式なんかあげないで、え、フォトウェディングで済ませませんかっていう広告もあるかもしれません。え、例えば、引き出物で困ってませんかっていうのもあるかもしれないです。例えば、ウェルカムボード作りませんかっていうのもあるかもしれないです。だけど、本当に興味があって、本当にニーズがあれば、ウェルカムボード検索とかですね、え、例えば、フォトウェディング検索ってするわけなんですけど、そうではない時に、 えでも潜在的に持っているんだけど、その広告が出ることによって、思わず反応してしまうもの。こういうものがあると、えー、こういうふうにですね、クリックしちゃうわけです。なので、えー、こういうブログっていうのは数たくさんありますので、クリックされるっていう前に、表示回数はめちゃくちゃ多いんですね。えー、下手したら、キーワード広告の表示回数の100倍ぐらいとかって表示されることもあります。 ですが、クリックされる率もちょっと低いんですね。えー、つまりブログを読んでいる人と、えー、その広告がぴったり合うかどうかっていうのは、えー、なかなか難しいことがあるので、えー、難しいんですけど、当然コンバージョンにつも下がるわけなんですが、だけど、それでクリックして買う人が実際にいっぱいいるんですよ。 なので、えー、今日お伝えしたいことは、キーワード広告とコンテンツ広告は全く別物で、えー、あの自分の商品がニーズ商品だからやらなくていいとか、ウォンズ商品だからやるべきだってことじゃなくて、両方必要で、しかも広告の出し方は全く別だということですね。えー、これを今日はですね、皆様に、えー、分かっていただければなと思います。えー、ということでですね、えー、6月30日にですね、えー、ちょっと見ていただきたいんですが、はい。 えー、新潟なんですけど、えー、山梨のですね、NDC の藤巻直樹さんを呼びお呼びしまして、えー、コンテンツ広告セミナーっていうのを行います。えー、で、こちらにですね、えー、日付があるんですが、えー、6月30日火曜日の14時から11時ですね、新潟のクロスパル新潟で、えー、5000円でですね、先着30名で行いたいと思います。 すでにですね、昨日より告知を始めましたが、もう十数名申し込み来てますので、残り十数名ですが、ぜひですね、参加いただければなと思います。ということで、今日はですね、キーワード広告とコンテンツ広告の違いについて説明しました。バックの名前覚えましたかということで、インスパイアのことをお伝えしました。ありがとうございました。バイバイ。